みんな、今日は私のお兄ちゃんを連れてきたわよ。ダキの兄の牛太郎だ。みんなよろしくな。無惨様、私の兄も上限の3にしていただけないでしょうか。オッケー。じゃあ牛太郎くんも上限の3にするよーん。これで上限の3も30人突破だね。いや、ついに30人突破というわけで俺も上限の3になったぜ。無惨様、ありがとうございます。お兄ちゃんよかったわね。これからも兄弟仲良く頑張ろうね。うんうん、二人とも喜んでくれてよかったよ。上限の3として兄弟仲良く頑張ってね。ちょっと待てや、いい加減にしてください。無惨様、ついに上限の3 30人突破ってどういうことですか。さすがにもう増やしすぎですって。それにもうすでにダキが上限の3になっているんですから、牛太郎を上限の3にしなくてもいいじゃないですか。うわー、また赤座くんがダキちゃんと牛太郎くんの兄弟の絆を引き裂こうとしているよ。僕は二人が兄弟仲良くいてほしいだけなのに。ダメだよ赤座、俺たち兄弟も無惨様に上限の3にしていただいたおかげでさらに絆が深まったんだよ。むー、そうだよ、無惨様ありがとう。そういうことだ。俺たち品津川兄弟がまた仲良くなれたのも無惨様のおかげだぜ。確かにそうだよな兄ちゃん。無惨様、本当にありがとうございます。私たち胡蝶姉妹も今こうして一緒にいられるのも無惨様のおかげです。無惨様には感謝してもしきれません。本当にその通りよね。無惨くんありがとうね。いや、兄弟めっちゃいる。みんなありがとう。私たち兄弟も頑張るから、みんなよろしくね。兄弟の仲の良さじゃ他の奴らには負けないぜ。みんなこれからよろしくな。なるほど、確かに無惨様の言う通りですね。私が間違っていました。無惨様、申し訳ございませんでした。うんうん、分かってくれたならよかったよ。みんなこれからも兄弟仲良く頑張ってね。というわけで、ついに上下の3が30人を突破したということで、そろそろ鬼殺隊を本格的に壊滅させようと思う。皆の者、今こそ力を合わせて戦うのだ。はっ、かしこまりました無惨様。いや、だから多すぎるだろう。